で、これはね、人神聖の資本論というのは、まあ、基本的には斉藤さんがマルクスの、ね、資本論を、ベースというか参考にして、書かれていることなんですね。でマルクスの資本論、これ名著ですけれども、南さん。そうだね、これね、まあ、ちょっと話がちょっとうだうだなるかもしれませんけども、僕大学院にいるときに、実は僕の先生の先生が共産主義者だったんですよ。池部清さんってね、結構有名な建築家で、結構ね、宇宙開発事業団の仕事とかいろいろやってた人なんですけど、すごく有名な、ね、東大の先生だったんですけど、まあ、だからその人がマルクスだったから、もう資本論とかマルクスの本が研究室にいっぱいあって、まあ、すごいなと思いながら、エンゲルスの本とかね、住宅問題でエンゲルスが書いてるんですけど、まあ、都市建築に僕ら関心があるから、そういうことも含めて読んだんですけど、マルクスは基本的にはね、経済学ってどういう流れになってるかって言ったら、基本的にその古典派経済学の中に入ってくるのはアダム・スミス、一番有名なね、神の見えざる手って、まあ、それがまあ大体1700年代に出てきて、その後1800年代の真ん中、つまりその19世紀の半ばぐらいにマルクスがその資本論で書いたんですけど、その背景がどうなってるかって言ったら、まずフランスでその空想社会主義っていう流れが出てくるんです。空想社会主義、まあ、要するに素朴なユートピアを作るっていうね、理想社会とか理想国家みたいなものを作るっていうようなイメージの空想社会主義っていう流れがフランスで出てくる。それがまあ要するに大体そうですね、百科前半昭和の後ぐらいだから、フランス革命の前後ですよね。フランス革命の前後で、まあ、それはすごく素朴なユートピア、まあ、要するにその宮崎駿のラピュタのような形で素朴な世界を描くみたいな、そういうふうな感じだったんだけども、でそれに対してもっと厳密な形でその社会主義っていうことを考えようとしたのがこのマルクス。だからマルクスとエンゲルスは自分たちのことを科学的社会主義って言ってるんですよ。そう、科学、サイエンス、要するにその素朴なそのファンタジーではなくてもっと厳密に考えないと。でその中で、まあ、資本主義っていうものを発展段階の一つとして捉えて、まあ、資本主義はいろいろ問題があると、はい、一番問題があるのは何かって言ったら、そのブルジョアジーがプロレタリアートを搾取することだと、これが一番大きい、ね、要するに資本家がどん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 金を儲けて、その利潤を上げて、その労働者から搾取することによって非常に歪んだその、まあ、貧富の差が激しい、ね、社会で、それを例えばその阻害っていうふうな言葉で表現するんですが、でそれに対してじゃあどうしたらいいかっていうことで、計画主義経済による社会主義、ソーシャリズムっていうものを提唱して、まあ、そこでは国家が一元論的に管理することによって、その貧富の差がない、非常にこう自由で平等な社会が実現されるんだっていうようなことを展開しようとしたのがこのマルクスです。マルクスの運動っていうのはだからすごくアクチュアリティがあるんですよね。動きがあるというか、単なる論で終わらないっていう。でそれが1800年代半ばで、まあ、皆さんも知ってる人もいると思いますけども、まあ、冷戦構造の中で20世紀に入って、まあ、その旧ロシアを中心としてね、社会主義国家っていうものがどん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 こう拡張していくわけですよね。でも実際には社会実験としては失敗したっていうのは前提がある。ただし理論としてはやっぱりまあ正直言ってこの古臭いっていうイメージは正直あります。なぜかというと社会主義っていうのはほとんど瓦解してしまいました。で結局その新自由主義も、まあ、今は実質的に新自由主義なんですが、新自由主義も含めて基本的には資本主義一辺倒っていうような形になってるから、例えば中国であれキューバであれ、まあ、基本的にはその資本っていうことをベースにした社会のシステムが出来上がっているので、だから、まあ、だからそれもあってね、この人神聖の資本論が出てきたときに、まあ、今更なんでみたいな感じ、まあ、正直あったんですよ。古臭いだろうと、もう時代的にね共産主義なんか終わってるだろうと、まあ、共産党はまあ日本にもありますけどっていうようなイメージがあったんですよ。大体さ、みんなで寄り集まってさ、その貧富の差もなく差別もなく国家が統制してね、そういうふうな国を作るって言ったらさ、ちょっと嘘っぽいじゃん、はっきり言って。どうも、その、まあ、これだからもうちょっと話をちょっとずらしていくと、人間って本当に貧富の差もなくてね、差別もない世界ってね、実現するのかどうかっていうことにもうちょっとすごく大きな問題だけどなると思うんだけど、この辺ちょっと福岡どう思う？そうですね。いきなり言ってんだけど、はい、そんなできんのかなって、そんなね。どうですか？そうですね、まあ、多分やっぱりすぐには無理なんじゃないかなっていうのが、私個人としての感想なんですけど、まあ、今こう資本主義が膨張していく中で、やっぱこうみんな利潤を追求して、まあ限界に達しようとしてるかもしれないですけど、まあ、そこからいきなりこうその共産主義的な社会体制とかすごい歪みがあるので、そこでなんかの社会的な問題が起こるんじゃないかなっていう気がしてて、で、まあ具体的にその理想とユートピアに近づくためには一体どういった本当に具体的にはどういった施策を
打っていけばいいのかなっていうのは、ちょっと分からないかなっていう感じですね。まあ、そうですね。まあ、そういう、はい、そういう感じでね、はいはい、まあ、その、なんていうか、ある意味、基準の空論的に、はいはい、そういうことが可能なのかみたいなことを、うんうんうん、まあ、考えることはあったんだけれども、うんうんうん、まあ、それを、まあ、正直今まで考える必要がなかったんですよ、我々は。別に問題ないじゃん。でも正直、はい、ここ数年やはりなんかそのガーファーとかめっちゃ台頭してね、はいはいはい、彼らだけがめっちゃ仕事持ってって、うん、でね、でしかも IT 化、世の中の IT 化とオートメーション化で、うん、人が仕事生まれたんじゃないですか、うん、だから本当に、本当にこう、貧富の差が出てきちゃってて、うん、だから貧しい人が増えた、うん、はい、それもあるよ、そうそう、で、だから、はい、やっぱそういう人が増えてきてて、現実問題として、で、それでこの人たちが怒って、うんうん、うわーって行動を起こしてきてるっていう背景がある、うん、リアルに、ね、でそれで経済学者たちも、はい、これあかんぞということで考え出して、で、今ちょっと今ムーブメントになっているのがこの、まあ、コモンっていうかね、コモンね、コモンね、共産主義的な、ね、考え方っていうのが結構今その経済界のね、流行りなんですよね。本屋さんと結構並んでるんですけどもね、ちょっとそれでね、今のその話をちょっとだけこれ、ね、復習しておくと、ここに今ホワイトボードに書いたんですけども、この今日はね、神田クリエイターサロンのね、うん、まあ、収録ということで、まず環境問題、うん、環境問題がこの人新世、人新世の資本論の中で大きなテーマになってるんですけども、これ斉藤光栄さんのね、この人新世の資本論で、これは何かっていうと、一つは SDGs について、うん、まあ、SDGs っていうのもこれ批判的に一部捉えてる、うん、まあ、これ世界的な流れとしてね、 SDGs って何かって言ったら、サステナブルディベロップメントゴールズ、まあ、持続的発展のための目標ということで、それがまあ17のアジェンダがあってね、いろいろと目標を決められてる、例えば誰もが差別のないその世界を作るとか、その居住環境が実現されるとか、そういういろいろあるんですけども、その中でこのグローバルサウスっていうことを言ってる、グローバルサウス、でグローバルサウスっていうのは昔の言い方で言うと南北問題ですよ。要するにその発展途上国と先進国との非常に大きなギャップ、それをどうやって解消していくかっていうのは問題があると。でその中でこの、まあ、斉藤さんはですね、脱成長コミュニズム、つまりその成長路線というものをやめた、新しい世界のシステムとして その共産主義というものを改めて提案するということをしてるんですよね。で、まあ、このね、マルクス その資本主義というのは、先ほど言った、ね、その科学的資本主義というようなことが、まあ、ベースになっていて、その中では例えばね、余剰とかね、余剰価値とか、それから阻害とか、まあ、あるいは搾取、その資本とその労働の関係みたいなものが語られていて、この中で一番大きなテーマになっているのはその商品と貨幣なんですよ、うん、商品と貨幣の分析、特に貨幣なんですけどね、まあ、その話が出てくるんです。でその環境問題としてよく言われているのは、一つはその地球温暖化、それから森林破壊、それから海洋破壊、まあ、それから大気汚染、それから廃棄物の問題、その他のものが大体大きく語られることが多いんです。で僕はね、ここに今並んでいるのはこの本ね、今回のね、収録の時も全部読んだんですよ、まあ、ざーっと全部読みました。で大体ね、書いてることはこれ同じなんですよ、この環境問題に関しては大体同じ、そんな特殊なことはない。で、まあ、こちらの方にもね、この人類の未来年表ってことを見ると、まあ、大体その人口問題とか環境問題とかいろいろあって、で大体1990年代ぐらいには人口がね、もう2050年ぐらいになると100億超えるっていうふうに言われてたんだけど、おそらくそこまでいかないんじゃないかって下方修正されてるんですよ、うん、もっと増えると思われてる。もう2020年代半ばに100億いくって言われてたんだけど、今人口78億人なんで世界で、でおそらく思ったほどは増えない。だからそのね、地球のね、その耕作面積から考えたら、地球が持ってるそのキャパシティっていうのは720億までいけるらしいんですよ。人口720億ですか、10倍近く、まあ、多少のブレはもちろんあるんだけど、だから、まあ、地球だけを見た場合にはその100億ぐらいだったら一応成立はするんだよ、十分。でまあ、ただそのテクノロジーでね、さっき福岡が言ったように、もういろんなね、環境破壊とかガーファとかいろんな問題があるから、うん、乱開発したら、うん、もっと違う問題が出てくると思うんだけど、うん、そういうふうな背景があるんです、うん、なるほど。そうね、まあ、でもあれですよね、720億人、720億人は住めるっていうふうに言われてる、うん、とんでもない数なんか今だから余裕があるんですよ、はい、でもなんかもうすでにね、その、山林の、ね、伐採だったりとか、うん、あっていうのを、なんか食、なんか現在の、地球温暖化ガスの発生源の、うん、理由のか、何割したかな、かなりの部分がその、地球の人々の食料をキープするために発生せざるを得ない部分がかなり多いと思います。もちろんそれもある、それもちろん。そうそうそう、だからね、そうそう、
で、まあ、要はあれですよね、あの要はというかこの環境問題はあるんですけど、うん、それが根底にそのさっきの話の続きじゃないですけども、うん、あの本当にリアルに経済的な貧富の差っていう問題がもうひしひしと感じてきてるっていうのがやっぱあるんですよね、うん、だからね、ちょっと問題を整理するとどういうことかって言ったらね、まず一つはこの環境問題っていうのはあまりにも問題が大きすぎて自分の実感がない、うん、リアリティがない、ね、その環境がさ、ものすごい強大に破壊されてもう地球がもう息も絶え絶えになってるって自分には関係ないじゃんって普通は大体思うわけですよ、はい、特に僕なんか今これ東京にいてね、この神田の中学校のど真ん中にいて、だけどもさ、あれなんか今福島の第一原発のさ、あの見たらさ、今でもすごい大変じゃん、ものすごい大変、まだあと何十年もかかるでしょ。で、あのやっぱり確かにあのネットフリックスなんかでもね、環境問題のドキュメンタリーすっごい多くて、僕も時々見るんですけど、例えばそのブラジルのね、その森林とか、それからサハラ砂漠のその砂漠化とか、そういうものってものすごいあの勢いで進行していて、つまり環境破壊が。でもね、自分の問題として正直言うと捉えられない、自分の問題として。あまりにも問題が巨大すぎて、そのトークかけ慣れていて、しかも抽象的に見えるから、うんうんうん、CO2 がものすごくその、ね、増加していてね、それ地球の温度が上がってるって言ったって、それ実感が湧かない、うん、これあらゆる人にとってそうだと思うんだよ。そうですね、で基本的に自分の身の回りのことが一番大事じゃん、うん、例えば明日何食べるかとか、そうです、来月自分に収入があるのかとかね、はい、そっちの方が一番大事じゃないですか、うんうん、要するに昔さ、井上陽水がさ、傘がないという歌を歌っててね、うんはい、要するに政治運動みんなやってると、うんね、その社会の平等のために実現させるために政治運動やるけど、俺にはそんなこと関係ないんだと、今雨が降ってるから俺には傘がないってことが一番重要なんだみたいなね、それをみんな共感得たわけですよ。で実感がない、だけども一方で貧富の差がむちゃくちゃ大きい、ね、これをどう捉えるかっていうふうな問題があるわけなんですよ。でも僕だけ喋ってるんだけど大丈夫、これまたちょっとまずいような気がする。興味深いですね、どうですか、もっとちょっと聞きたい気持ちが、はい、うん、いやでも本当にね、ね、その10人100、今までたらね、あの重工長大でなんか自動車作るにしても100人かかったところがもうオートメーション IT で、まあ、1人でできちゃったりするわけでしょ。そうすると明らかにこう、あ、人手は減っていくわけで仕事が奪われるわけですよ。で今ちょっと環境の問題ではなくてその経済の貧富の差の話になっちゃってるけども、そういう問題やっぱあるんですよね、うん、あるある、うん、これはね、あの、で、そこで、あの、あれですよね、ベーシックインカムの、うんはい、議論とかもまた最近盛り上がったりしてて、そ,、ねうんはい、それはそうなるかな、うん、現実的にそのそ、ね、仕事がなくなるわけで、はい、格差が広がっている感じはしますもんね。そう、で、それの彼らの仕事を維持していくためにも、この斉藤さんは、うん、そういう小さなコミュニティから、うん、世の中を作っていくっていうふうな感じのことを提案されてるんですけど、うん、まあでも、うん、面白いですよね、うん、本当にあのだって自分らで電気を作ってみたいな、うん、電気の自由化でしょ、でねうん、電気作ったり何かしてっていうのはこれ面白いですよね、ちょっとワクワクしますね、ワクワクする、ワクワクする、そうそうそう、うん、そっちは思うんですよね。いやこれちょっと話が尽きないんだけどさ、またちょっと後からねディレクターがねすごく時間だって話が来ると思うので、はい、ちょっと僕ね紹介させてもらっていいですか、はい、これね、はい、あの実は神田クリエイターラーズラボでいろいろと交流されてるんですね。これは玉井理恵さんっていうあの、まあ、フラワーデザイナーとかこういろいろねデザイナーの方が作ったその作品なんですよ、うん、これちょっと紹介しておきたいなと思ってて、これハーバリウムって言ってね、あの非常にこう美しいあの鮮やかなね、これ中にオイルを詰めてこう、ね、あの植物がこう入ってて非常に綺麗なものなんですね。美味しそうですね。そういやそうじゃないですか、確かにこれ間違いないワインカクテルみたいな、うん、であとねこれ、これカンナクズかな、あの実際 の, その住宅現場なんかで出てくるこうカンナクズ非常にうまく作られて、これなんかまさしくカンナクズにつながってるじゃないですか、うん、そうそう、こういう風な感じでねリサイクルでっていうゴミを、うん、カンナクズっていうゴミをねこうやって綺麗な花作っちゃうし、うん、そうですね、これ面白いですね、はい、ということでちょっと時間が来てしまいましたので、はい、これで一旦終了にしたいと思います。ありがとうございました、はい。